今回は浴衣でね、この浴衣を利用しまして、ボートネックのちょっと長めのワンピースを作ってみたいと思うんですけども、今回はね、裁断するところを一応だいたい着物はね、柄を合わせて作っておりますので、これをそのまま利用したいと思いまして、なるべくね、ほどかないでそのまま利用していきたいと思います。それで今回はこの後ろにね、ここに上げの部分があるんですね、こういうふうに。これを基準にしまして、ここからね、ずっと切ってしまいます。そしてこの下の方を使って作りたいと思います。それでね、こうするとここの襟の部分ですね、邪魔になりますので、この部分はここをね、襟をほどいて、裁断したいと思います。じゃあこんな風にね、あと前の方はお組をつけたままで、後ろはね、綺麗にこの柄合わせをしてありますので、これをそのまま利用してみたいと思います。裾からね、1メーターと8センチのところでね、一応印をつけてきました。それはね、ここの上げの部分がこんな風になってるんですけども、この上げのね、縫い目ではなくて、下のところでね、裁断しておいて、上は上で利用したいと思います。それではここをね、ちょっと裁断します。そうするとね、裾の方は1メーター8センチでね、こんな風に切ってみました。そしたらば、やはりね、ミシン縫いはしてありますので、なかなかほどくのに手間がかかりますので、ほどかないで、やはりこのね、縫い代の始末ね、これがこんな風に、ここは手縫いですので、ほどけますのでね、こういった縫い代分ですね、こういったものは切り揃えましてね、端ミシンをかけたいと思います。ですからここのお組の部分と脇の部分ね、あと背縫いはそのままでいいんですけど、その他のところはね、縫い代を切り落としまして、軽くすっきりさせてからワンピースを作ってみたいと思います。ワンピースの方はね、こんな感じでだいたい着物のね、柄がそのまま使えますので、この形でワンピースを作ってみたいと思います。こんな風にね、お組の部分と脇の部分ね、縫い代がこんな幅広いのがね、こういう風についていましたので、これを取りまして、ここに端ミシンをかけました。とてもすっきりしました。それからね、縫い代を切るためにほどいてしまいましたので、ここはまつり抜けをし直ししてください。ここ4箇所ね。それからね、今回は後ろは身頃はそのまま、こんな風に折りまして、それからこのギリギリのところのね、ボートネック風の型紙ですけども、これ前使ったものなんですけど、こういったものを使いまして、一応印だけはつけてみたいと思う。この幅がないので、もう一度作り直しはしますけども、前の型紙を利用しましてね、こんな感じでね、入りぐりを作って、前の方はここのね、お組の部分は一度こことこは縫い合わせてしまいます。縫い合わせをしまして、そして型紙を当てるんですけども、幅がちょっと広いのでね、その部分はちょっとギャザーとかそういったものをつけてね、前にはゆとりを持たして、作ってみたいと思います。こんな風にね、お組をつけたままでね、上げのところから切って、ロングのワンピースを作りました。出来上がりましたのでご紹介したいと思います。一応型紙なんですけどね、型紙は今まで使ったものをね、使いまして、こんな風な型紙なんですね。そして今回はね、ノースリーブでもあれですので、袖をつけました。袖はこんな感じです。肩の線からまっすぐ下ろしましてね、袖付けがだいたい27センチ、
そして袖口の方が20センチです。こんな風な感じで簡単に取れますので、これは別に型紙を取ってみました。こんな風にできてね、一応ここ前中心は奥身なんですね。ここ両脇が奥身なので、意外とね幅があるかと思ったらその割にはなかったので、今回もね裾の方はね30センチほどこんな風にスリットを入れてみました。それからねやはりちょっと丈が長いのでここの前中心にもねいつものように20センチのファスナーをつけまして絹着が楽ないようにしてみました。前の方がね奥身が入っておりますので後ろより幅が広いのでその広い部分はねここにギャザーを入れましてそして自分の首になじむようにしてみました。それからね柄を合わせましてね、だいたい大まかに柄を合わせまして、こことここにね、大きめのポケットをつけてみました。あとは袖ですね。袖は、ここの袖付けはもうまっすぐですので、簡単ですので、と袖口の方はね、ギャザーをちょっと入れまして、バイアステープで留めてみました。こんなことでね、丈の方はだいたいちょうど1メーターぐらいです。それから入り口の方はね、やはりここもねバイアステープをつけました。だいたい3センチ5ミリぐらいのバイアスを取りましてバイアステープでこんな風に仕上げてみました。裾の方ですけど裾の方はだいたい1センチぐらい折りましてねこれはそのまま既存のものをそのまま使いました。このスリットのところにはねこういった布でタレを作っていましたね。こんなことで仕上がりましたので早速試着をしてみたいと思います。はい、こんな風に仕上がりました。早速着てみましたので一応ね入り口の方はここにギャザーを入れてね奥身でちょっと幅が広かったのでここにギャザーを入れてみました。それから前の方はねここにファスナーをね20センチほどのファスナーをつけてあと裾はね30センチのスリットが入っています。ここは奥身のね合わさりですので合わさる時にその分だけ残して縫えばいいわけです。それから柄を合わせましてねちょっと大きめのこんな風にポケットもつけてあります。それから入り口の方はねだいたいみんな個人差があるんですけどもちょっと今回はゆったりした入り口になっております。それから袖ですね。袖の方はちょっとこの辺までね隠れるようにと思いまして大体17センチぐらいのね丈で袖をつけてみました。こんなね柄が大きいのでねでも内輪柄ですので涼しいと思います。こんな風にね解かないで本当にねできますのでぜひ挑戦してみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。